こんにちは、花嫁さん。なんか似顔絵描いてくださったみたいですね。いや、ありがたいですね。なんかそのこの人を描いてみたいっていう風に思っていただけたところに本当にありがたさを感じるのと、あとね、やっぱ人生何が起こるかわからないなっていうのは使い古された言葉ですし、随分陳腐な表現ですけども、まあ多くの方がそう感じるからこそ使い倒されて陳腐になっていくんでしょうね。だから世の中の真理、何が起こるのかわからないってことでしょうね。この私のイラストをはじめとするね、いろんなイラストをこれまでも見させてもらいましたけども、まあ、まずはね、本当書いていただいてありがとうございます。非常に嬉しいです。で、このイラストなんですけども、多分ね、鉛筆を持って書き始めたその日にできたものではないと思うんですよ。やっぱり鉛筆を持ってね、最初はドラえもんの似顔絵ぐらいから始まったのかな、お絵描き歌ぐらいから始まって、だん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 絵ってものに興味を持って、興味を持つからもっとたくさん描くようになって、いろんなものを描くようになって、工夫が繰り返されて、今みたいにね、すごく素敵なものがパパパッと描けるようになったと思うんですよ。もう今ではですね、これ描こうかなと思ったものが描けるみたいな感じで、描こうと思わないものは別に描かないみたいな、そんな描き手の選択ができるようになってきたんじゃないかなと思います。もともとは描きたいと思っても描けないから、描けるものしか描けなかったっていうところからだったと思うんですけども、今は自分が思えばそれを実現することができるようになってきたと思うんですよね。これがまさに、まあ、ビジネスの全てだと思いますし、そしてね、話を戻すなら恋愛もそうなんですよ、ね、最初はね、自分でもいいよっていう人としかお付き合いできなかったけど、そのうちにですね、こいつと付き合ってやろうと思ったらできるようになってくるんですよ。要するに恋愛っていうのも、この相手の気持ちを動かすツボっていうのがあるんですよね。で、絵っていうのもどこを似せれば似てくるかっていうポイントがあると思うんですよ。この人はここに特徴があるから、これは外さないで描いておこう。他のところはそこまで、まあデフォルメをしてあげても、もしくは現実と即さないものを描いても、そんなに影響がないなっていうところで、このセンターピンっていうのがね、いくつかあると思うんですよ。センターピンなのにいくつかあるっていう表現もおかしいですけどねだからポイントがいくつかあるっていう言い方ですかね。まあビジネスもそうでね、やっぱりポイントがいくつかあると、恋愛も同じです。恋愛っていうのも、ここでこれをすれば必ずこの女性は自分のことを好きにならないまでも好感を持つ、嫌いにはならないってポイントがいくつかあるんですよね。でしかもそれは人によって違うんで、じゃあこの人はどのパターンで攻略すれば、どの順番で攻略すれば自分になびいてくれるかなっていうのが見えてくるのが、やっぱりこう恋愛のね、熟練といいますかね、知識豊富、経験豊富な人の考え方なんだろうなと思うんですよ。実はね、私はね、まあ、あるね、カリスマホストにね、レクチャーを受けたことがあって、さすがだなと思うことが結構あったんですよ。そしてそのレクチャーを受ける前と、レクチャーを受けた後っていうのは、やっぱりね、まあ、声かけの成功率、変わるんですよ。まあナンパとは言わないですけどね、私の時代のナンパっていうのはもろナンパじゃないわけですよ。まあ合コンなりダンスパーティーなり、何かね、それを目的とするワンクッションが必ずあるんですよ。でもそこに集まるのは、まあ、お互いを選別したグループなんですよね。まあ、例えばなんとか大学ダンスパーティーサークルとか言ってドンと打ち出すと、その大学の男の子だったらいいよっていうような女の子が集まってくるんですよ。これはね、まあ、岡山のソアル大学に私がいた頃なんですけどもね、近くの高校生とか、そして女子大とか、しかもね、専門学校で中学生までいるのが、たちが悪かったのかいいのか分かんないですけどね、分かんないですよ、こっちから見たら。中学生なのか、高校生なのか、専門学校なのか、それとも大学なのかね、ノートルダム精神女子大の子もいたわけですよ、中立の、ね、女の子もいたわけですよ。と思ったらですね、まあね、本当いろんな年代がいましたね。ただそれも見分けれるようになってきますね。何を言ってるんですかね、一体ね。まあ、本来はこういう恋愛の話をするはずだったんですけども、今回はね、いろいろと私もぐちゃぐちゃと話したんで、この集中力っていう話に戻しましょうかね。まずは集中力からまた別の展開を持っていきますから、今日の動画のまとめは集中力で終わっていきます。集中力っていうのは、自分が意識をね、ある一点に向けていくっていうふうに多くの方は思ってますけど、そうではなくて、どちらかというと、これ以前も話しましたよね、自分の心をパーッとね、360度開いていくんですよ。開いていく行為によって、実はね、周りのものがいろんなことを呼びかけてくれるんですよ。こういう特徴があるよと、これはこうだよとか、こっちにポイントがあるよっていうふうにね、そういうのを呼びかけてくれて、それが全部自分に迫ってくるから集中力なんですよ。だから自分が何かに集中するんじゃなくて、集中して自分に集まってくるっていう感じですよね。だから心を開く、心を開くっていうものすらもうちょっとね、難しい概念になりますけども、バーッとね、心を開いてね、一点に取られないようにすることなんですよ。ですから多くの方が考える集中力とは全く逆なんですよね。実は心を開いて、もう仏門の世界ですよね。目を半開きにして
こう正中面を立ててですね、そしてもう揺らさないようにすると、もう背中の真後ろにあるものですら右から左に移った時に分かるみたいな感覚ですよね。もうそういうふうなね、禅問答みたいな世界になってくるんですけども、集中すればするほどそういうふうになってくるんですよね。まあこれはですね、あの麻雀で鍛えた技なんですよ。麻雀で鍛えたその桜井翔一会長のね、まあ、心を開く集中力っていう、そういうふうなね、キーワードがあったわけなんですけども、その時に教わったんですよね。桜井会長はね、麻雀やってる時に、まあ、桜井会長ご存じない方は申し訳ないんですけども、まあ、その方がね、麻雀をしてる時にね、まあ、いろんなことを卓の上に気づくのももちろんなんですけども、後ろの人が闇点をしてるのも分かるわけなんですよ。お、田中がテンパったなとか言ってね、そしたら打牌の音とかで分かるのかな、なんだろうなと思うんですけどね、すごいなと思うんですよね。まあ、あとはね、こう同卓してる人がこうチンイチとかでこうメンチンとかでこう迷ってるわけですよ。そしたら会長が、右から4番目切りなさい、ここで積もるからとか言うわけなんですよ。でその人がそうなのかなと思ってやって、で数巡後ね、その会長がここで積もるよってったところに手を伸ばそうと思ったら、はい3,000-6,000とか言って、最初に電報を渡すみたいなねで、あ、本当だ、アングリーみたいなね、口を開けるみたいなことがあります。集中するっていうのは、だからいろんな世の中の神羅万象が自分に囁きかけてくれるぐらい心を開けってことなんでしょうね。ちなみに桜井会長はリーチをかけた後に裏ドラがあるかないかっていうのはめくる前に教えてくれるんですよね。裏ドラをめくるときにこれね、めくってくるでしょ。裏ドラが2枚乗ってるときはで2回叩くんですよね。で、あんこで乗ってるときはってやってから目くるんですよね。そしたらあーって乗ってるというね、そんなことがあります。そして私が大好きだったのは、パイを100枚ね、ここに横に10枚縦に10枚並べて裏返してるんですよ。それはもちろん誰も見てないですよ。誰も見てなくて、自動卓パーッと上がった時にそういう風に並べて、あ、ここにね、皆さん100円並べてよっていうわけなんですよ。どこでもいいからっていうかね、まあ私がこうやって隅っこの方に100円ポンと置くでしょ。それね、リハンピンだねとか言って100円置いたところパッとめくるとリハンピンなんですよね。で、他の人がびっくりするんで、やっぱ100円でも置くわけですよ、バーっと。で、右からこういうふうにね、100円玉こうのけてパイをめくって、3万だねとかね、トンだねとか言ってめくっていくんですよ。で、数分後会長のもとに100円玉が100枚集まってるというね、こういうふうなね、危ない遊びを教えてくるわけですよね。でもやっぱり私はね、やっぱこう集中するっていうのはこういうところまで来るんだと思いました。まあ会長はね、それは集中じゃないよとか言ってましたけどねすごいことが起きるもんですよね。まあというふうなエピソードを、まあ私もね、いろいろと体験したり聞いたり見たり、感じたりとかで現在の私ができております。まあね、そういうふうな人を見たり聞いたりするわけですから、自分のやってることがね、いかに小さくて井の中の蛙かってことをいつも思い知らされますよね。まあですんで、私もね、今日生まれたばかりの、赤ちゃんのような気持ちでね、ことに当たっていこうかと思います。まあ48になっても50になってもまだまだ脳みそは空っぽだってことですよね。そういうふうに自分がまだね、駆け出しなんだっていう意識がきっと捨て身にさせると思いますし、駆け出しなんだったらやっぱり、一番ね、へりくだっていかないといけないかなと思いますんで、まあ、私もね、誰かに偉そうにものをね、語るようなそんな立場ではないんですよね。ただやっぱり自分はそんな立場じゃないよって言ってたら誰も語らなくなっちゃうんで、批判を恐れることをね、批判を浴びることを恐れずに、まあ、口火を切っていこうかなと思ってます。まあ、その口火を切った時にいろんな批判、そして誰かにもしかしたら切られるかもしれない、忖度抜きに語れば、やっぱり攻撃を受けるかもしれない。それがまあ知名度のレベルまでいってもいいかなと思うんですけども、所詮ね、マウスとキーボードなんでなんてことないわけですよ。で、なんかね、インターネットを使うと炎上とかって言いますけどもね、これはね、心を病む方にとっては、本当に私の表現は気に食わないかもしれませんけども、見なければいいだけなんですよね、気に入らなければ。自分でログインしなければいいですし、YouTube にコメントがついてても別に見に行かなければ、心が苛まれることもなくてね。で、私のアウトプットっていうのは、最大限皆さんからのコメントを吸い上げることによって成り立ってますけども、究極ね、コメント全く見ずにでも、私はずっとアウトプットができると思うんですよね。その人のネタとか世の中の情報を必要とせずに発信することができる、これも一つの集中なんではないかなと思うんですよね。ということで今回は、まあ、集中っていうテーマになってきましたけどもね、まあそろそろまた恋の悩みに戻しましょうかね以上でございます。ありがとうございました。